はい、私は人吉の山の中で馬焼酎を米焼酎を樽に寝かせて、ブレンドして作っております。全国に展開を始めておりますが、3年、5年、7年、15年というようなブランドで作っております。ぜひ米の樽の焼酎をお楽しみいただければと思います。